魔理沙です。霊夢です。今回は、神戸大学の志願者数をまとめました。今回は、倍率も含めたものになります。学部、学科ごとに解説するよ。それでは、早速見ていこう。以上のことを踏まえて、倍率から見た狙い目だった派、農学部と国際人間学部だね。また、2020年度の狙い目は2021年度の受験生が集まる傾向があるよ。また、他の大学の志願者数も配信しているので、ぜひご覧ください。以上です。いかがでしたでしょうか？この動画が、皆さんの助けになれば、とても嬉しいです。大学受験チャンネルでは、受験に挑戦するすべての人を、全力で応援しています。このチャンネルでは、現役の予備高校士監修のもと、過去問の解説や、傾向と対策、受験期の過ごし方も解説しています。よろしければ、ぜひ、チャンネル登録をお願い申し上げます。それではご視聴、ありがとうございました。